皆さん、こんばんは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だよ。今回は、2001年10月にリリースされた、老舗 MMORPG、ダークエイジオブキャメロットの動画を作ったんだよ。19年ですか、なかなかに古いゲームだね。このゲームがヒットした時のプレイ人口はすごかったんだよ。久しぶりにやってみたいという人は多いはずなんだよね。そうなんだね。でも、ブランクが長い人は、現役プレイヤーに勝つのは難しいんじゃないのかな。確かにそうなんだけど、いくつかのコツを覚えれば、すぐにいい戦いができるようになると思うよ。なるほど。で、今日はどんな動画を作ったのかね。今回はメレー、つまり接近戦キャラのソロプレイのコツについての動画を作ったんだよ。クラスはパラディン、攻撃と防御のバランスが取れたクラスだよ。復帰していきなりソロプレイは厳しいんじゃないのかな。ソロの動きはグループ戦でも役に立つし、ソロプレイなら気軽にいつでもできるのがいいんだよね。パラディンはどんなクラスなのかな。パラディンはヘビータンク、つまり重装備の戦士で、硬い防御力があってヒールもできる万能クラスだよ。へえ。でも防御に特化してるなら、攻撃力は低いんじゃないの。確かに一発の攻撃力はそれほど高くないけど、両手持ちの通販デッドソードをブンブン振り回せば、なかなかの攻撃力を発揮するんだよ。ほほう。面白そうだね。他にはどんな特徴があるの？ちゃんとという歌を歌いながら戦うことができるんだよ。歌？味方を強化するようなやつですか？そうだね。味方全体に効果があるからグループには必ず必要なクラスだし、ソロでもちゃんとは、ちゃんと自分に効果があるんだよ。さすが2001年に発売されたゲームを未だに続けているおじさんだね。ちゃんとネタをスルーせずに、拾ってくれてありがとう。まあそれはそうとして、久しぶりにプレイする人に必要なことを教えてよ。まず、ユーザーインターフェース、UI の整備だね。ボブズ UI を入れるのがベストです。シブ UI があったと思うんだけど、シブさんの UI は素晴らしかったんだけど、このゲームの更新に対応していないんだよね。でも、シブ UI の機能はボブズ UI に引き継がれているよ。その UI は、どこでダウンロードできるの？ DAOC UI チューザーで検索すれば見つかると思うよ。でも UI はカスタムでなくても大きな問題にはならないから、デフォルトでも大丈夫です。他にはどんな準備が必要なの？キーボードとマウスの設定だね。この手のゲームでよく使われてるワスドではダメなの。ワスドでもいいんだけど、前進の W はスペースバーに変更するのがいいんだよね。これはトッププレイヤーも推奨していることなんだよ。でも、そのあたりの細かい話は別の機会にして、今日はもう少しざっくりとした話をしようと思うよ。ざっくりな話としては、どんなことがあるのかな？まず、ソロプレイのための特定の場所があるよ。DAOC はグループ戦のゲームなのに、ソロプレイの場所があるの。はっきりとソロプレイの場所が区分されてるわけではないんだけど、ソロプレイが尊重される場所があるんだよ。アルブのホレイレイク、ヒブのモイドリウムキャッスル、ミッドのトレルボーグだよ。へえ、それはどこにあるの？次の動画で紹介するよ。今この動画で戦っている場所はアルブのホレイレイクだよ。今戦っているミッドのトロールスカルド以外にも敵がいたけど、ソロファイトを尊重して、圧倒してこない状況がわかったかな。そういえば、何人か敵がいたけど、1対1の戦いの邪魔はしなかったね。ソロプレイをやるには、それがとても大事なんだよ。ちなみにこの戦いは、延々20分も続きます。途中でアットが来たら、台無しになるところだけど、この時は誰もアットしなかったね。ソロの時にグループに襲われたらどうするの？この近くに、ソロだけが使えるテレポーターが設置されているから、それで逃げることができるよ。なるほど。グループだとテレポーターが使えないんだね。そうだね。アルブ、ヒブ、ミッドのソロゾーンのテレポーターに触ると、アクティベートされて3つのソロゾーンの好きな場所にワープできるようになるよ。他にはどんな準備が必要なの？装備だね。今は、隠れるムの王様がいる部屋で、ただで高性能の防具とアクセサリー一式がもらえるよ。へえ、それはすごく嬉しいね。この手のゲームは、普通、装備を揃えるのが大変だからね。
王様からもらえる装備より強い装備もあって、それを揃えるためにコツコツとクエストをやることもできるよ。そういうコンテンツがあるのも嬉しいね。ソロでもクエストはできるの。ソロでもできるクエストがあるよ。サプライズ・フォー・ザ・コーズというクエストだよ。他にもソロでできるクエストはたくさんあるよ。ところで今霊夢が使っているパラディンも強いけど、相手のトロールもなかなかにタフだね。そうだね。相手のトロールはスカルドというクラスだね。ソロプレイの性能は、パラディンよりもむしろスカルドの方が高いよ。復帰組にはスカルドをおすすめします。じゃあ、この動画ではスカルドでプレイすればよかったんじゃないの？スカルドは持っていないんだよね。でもスカルドとはたくさん戦ってきたから、ソロが強いのは身をもって知ってます。この動画はパラテン動画だけど、スカルドとパラディンの共通点はあるの？基本的にはパラディンもスカルドも武器を使って戦う、いわゆるメレークラスだから戦い方は同じです。ただ、パラディンがヒーラー寄りなのに対して、スカルドは敵を眠らせたり足を遅くする CC スキルを持っている点が違います。なるほど、いずれにしても、接近戦の戦い方を練習する必要がありそうだね。そうだね。次の動画では接近戦について詳しく説明するよ。ところでこの戦い、最後はどうなるの？最後はギリギリで霊夢のパラディンが勝ちました。手に汗びっしょりの白熱した戦いだったよ。そういう戦いがやりたいねー。それなら具体的な戦い方を説明する次回の動画は要チェックだよ。楽しみにしててね。それでは次回またお会いしましょう。また次回会おうね。